こんにちは、コノ保険の永井です。今回は手術給付金について解説します。医療保険の基本保障の一つである手術給付金は、病気や怪我で手術をした時に受け取れるお金のことです。受け取れる金額は大抵の場合、入院日額に対する倍率で決められています。入院中の手術か外来の手術か、または手術の種類によって入院日額の5倍、10倍、20倍、40倍などに設定されています。給付の対象となるものは基本的に治療を目的としたもので、処置や検査にあたるものは健康保険の適用でも対象となりません。また出産であれば帝王切開などの異常分娩と呼ばれるものは対象となりますが、そうではない普通分娩は治療ではないので対象とはなりません。詳しくは商品パンフレットなどでご確認ください。